ピョートル・ゲオルギエヴィチ・オリデンブルクスキー公爵は、ロシアの貴族、政治家、軍人、作曲家。ドイツのオルデンブルク大公国の公使で、ドイツ名は、コンスタンティン・フリード・リヒ・ペーター。ピョートルは1812年、オルデンブルク公使ゲオルクと、ロシア皇帝パーベル一世の4女エカテリーナ・パブロブナ、大公女との間の次男として、ロシアのヤロスラブリで生まれた。 オルデンブルク大公家の次男であった父は、実家では、わずかな財産しかもらえないため、ロシアで、ボルガ地方の総督を務めていたが、ピョートルが生まれて4ヶ月で休止した。ピョートルと、兄アレクサンドルは、母方のおじのロシア皇帝アレクサンドル一世を、後見人としたが、1816年に、母エカテリーナが、ビュルテンベルク王ビルヘルム一世と再婚すると、母と一緒に、 ビュルテンベルクに移って、シュトットガルト宮廷で養育された。1819年に母も亡くなると、兄弟は、オルデンブルクの父方の祖父ペーター一世に引き取られた。おじで、オルデンブルク対抗聖子のアウグストは1827年になるまで四つ銀が授からなかったため、アレクサンドルとピョートルの兄弟はしばらく対抗家の推定相続人として扱われていた。 祖父の対抗ペーター一世は二人の孫たちに、実の息子同様の高度な教育を授け、彼らの見識を広げるためしばしばドイツの近隣国への教育旅行に行かせた。1829年5月に祖父ペーター一世が亡くなり、また同年11月にピョートルの兄アレクサンドルが急死し、ピョートルは家族をすべて失った。母方のおじである、 ロシア皇帝ニコライ一世はピョートルを引き取り、彼をこのエ軍の連隊長にした。皇帝の老いであるピョートルはすぐに出世し、陸軍中将となった。しかし4年後の1833年には軍隊を退役し、皇帝政府で働くようになった。ピョートルは1834年に国家評議会議員となった。この頃からピョートルは偉大な事前家として知られるように、 なり、特に初等教育の普及問題に力を注いだ。ピョートルは1835年、未来の司法、行政官僚を育成するためのロシア、帝国法律学校を創設し、1844年には女子教育支援組織の会長となった。ピョートルは八カ国語を操る学者でもあった。ピョートルは1860年に皇帝官房第四部の長官となり、 ロシアにおける福祉、医療施設の発展を促進する上で、中心的な役割を果たした。サンクトペテルブルクの小児病院の一つは、ピョートルの名前を冠して、ピョートル・オリデンブルクスキー高小児病院と名乗っていた。ピョートルはまた父の祖国であるオルデンブルクにおける、学校建設のために莫大な寄付金を送った。ピョートルは、ロシア国家に50年以上奉仕し,し、 広く尊敬される存在になった。1880年にピョートルを検証するために開かれた大規模な祝典には母方の重帝の皇帝アレクサンドル2世とその他のロシア皇族の大半、父方の重帝のオルデンブルク大公ペーター2世、そしてピョートルが関係する様々な組織の代表者が出席した。ピョートルはアレクサンドル2世の親友であり、 皇帝が1881年3月に暗殺されるとひどく気落ちし、2ヶ月後の5月14日に亡くなった。1837年4月23日、ピオトルはナッサー公、ビルヘルムの娘テレーゼと結婚した。夫妻は幸福な家庭生活を築き、間に8人の子供を設けたが、うち1人は溶接した。公爵夫妻の家庭生活は、 人々の模範とされるほど立派なもので、子供にも素晴らしい教育を授けた。一家は、冬の間は、ペテルホーフ宮殿で過ごし、夏は、亀のよストルフの別荘で過ごした。ありがとうございます。